場当たり5分前になりますので、キャストの皆さん舞台上の方にお願いいたします。今回舞台上にキャスト6名分のハンドマイク置かせていただいております。それぞれにお名前ついておりますので、マイクの共有はしないようにお願いします。なお、もし他の方のマイク使っちゃった場合はスタッフが除菌に入りますのでお知らせください。場当たり開始5分前です。おはようございます。おはようございます。横山です。よろしくお願いします。もう一度お知らせします。ただいまの時刻14時25分、場当たり開始5分前です。各セクションスタンバイお願いします。ケープジャスミンの楽曲披露制作記者会見、場当たり開始5分前です。帝国で場当たり開始したいと思います。お父さん、おはよう。おはようございます。あ、え、こんな感じでマイク一人一人なの？何これ、ウケんねん。あ、ももさん、席そこじゃなくてもう一つそっちじゃなかったですか？そうだった？はい、名前一応貼ってあるみたいです。あ、そう。あ、やば、人のマイクで喋っちゃったすいません、人のマイクで喋っちゃいました。ケープジャスミン、それでも私は幸せです。ケープジャスミン、歌が歌えるなら。ケープジャスミン、ケープジャスミン、そんな舞台がなくなるんだそう。横山さんが始めたくなければ始めないこともできるけど。え、欲しかったでしょ、お守りだからそれ何なの、さっきから会見中ですよニコニコしてないといつ写真撮られるか分かんないんでブスな顔の写真使われちゃいますよそうですよ、もう会見の台本に戻りましょう。え、ちょっと待って待って、この話は最後までしないと私会見なんてできるテンションじゃない。お守りとかは信じるとか信じないとかそういうのがあるから、せめて聞いてから買ってきてほしいって話ですよ。100歩譲って親しい間柄ならまだしも、共演者にお守りを配らないでほしいって話ですよ。え、そうそう。どういうこと？緊張する。私大丈夫ですかね。え、この流れで曲披露するの？しょうがないんじゃない、そういう回なんだから。ある意味中山さんが一番正しいですよね私大丈夫ですかね。本当は自信あるのに聞いてくんのやめてくんない？どうしてしまったの私。お嬢様、帰りますよ。街でパンを買っていたら出会った、私とは釣り合わない。もしもあの守りが本当にとんでもない力を持ってたら、私はきっととんでもない罰が当たる。やば、記者会見中だよ今。もうここまでにいろんなことがありすぎて、記者の方々が目の前にいるとか全然どうでもよくなっているので今私。あい、なんで、なんで、私の話あんたたちいつも聞いてくれないじゃない。でも聞かれないことにも慣れっこ。江上さんはいつもみんなに話を聞いてもらえない、それでいつも悲しんでる。でも私からしたら発言できてるだけ羨ましい。江上さんの言葉は。ねえ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 、え、次って誰が歌う番？自分で進行台本確認してくださいよ。持ってないもん。いちいち私に聞かないでください。普通な私にも役があってどうってことない。人生じゃなくなる。目が覚めていつもの私に戻る。待っては
いたんですけど。あなたはどこへ声出せないなら手あげな手あげないよ。お待たせココリラの時間だ。指まで手あげな手あげな手あげてみた。これが妄想だろうが知ったこっちゃね。目の前には客、手元にはマイクじゃ言いたいこと言っちゃうよ。どいつもこいつもくだらねえ。私もその中でも揺るがねえ。どっかってちょば私はまだ助け合いたりねえ。やつは振り落とさね。うるせえだけ桃中山江の上スピタだの被害者面。常識人ぶった根元はバカ。一番やべえのがお前だよ横山。自分は関係ないって顔してんじゃん。だって言い方がわからない。気持ちの出し方もわからない。あなたにはわからない。私がどれだけの思いで今日ここにいるのか。